うおー、唐突に現れる阪急タイ。お邪魔します。いつでも不動産です。変わった間取り好きさん、どうですか？まず見た目からして普通じゃない。唐突に現れる阪急タイ、こんな物件に出会いまして、私ただいま興奮しております。円筒形のタワー、一体どんなお部屋なのか期待してワクワクしてます。それでは見ていきましょう。中庭を見るだけでテンション爆上がり。こちらのデザイナーズ物件、配置図を見ていきましょう。四角い部屋と丸い部屋がありますね。前回の動画では四角い部屋を見ていきましたが、やっぱり丸い方の間取り気になりますよね。こちらが間取り図です。半円になってますね。この間取り図を見てどんな妄想を膨らましていますか？ここから見るとこれ見たくないですか？こんな風に外から見てもやっぱり見たいですよね。どこの部屋見たいかって言われたらこれ選んじゃいますよね。あ、そうだ、一人暮らし10年、私は気づいちゃったんです。そういえばテレビ見てない、テレビいらないじゃん、あれベッド使ってないじゃん、とか自分に必要なものが分かってきちゃったんです。整理整頓ができてるとスムーズにメイクとか着替えができます。本当に必要なものが分かるとあまり物を置かなくてもいい。じゃあ丸い間取りにすればいいじゃん、自然と物を置かなくていいんじゃないの、ってことに私は気づいちゃったんです。やっぱり景色がいい最上階が見たい、ということで307号室にお邪魔します。丸いぞ。ベッドをどこに置こうとかテレビをどこに置こうとか思ってません。家具をレイアウトしにくいのは分かっていることです。クローゼットも三角になってます。この3つのパネル、インターホン、温水、床暖房、コントローラー、給湯器、コントローラー、床暖房があるんですよ。さすがこだわりのデザイナーズ物件。床全体がムラなくあったかいので部屋のどこにいても快適。エアコンと違って空気が乾燥しない、喉が痛くならない、肌が乾燥しにくい。これすごくいいじゃん。もちろん備え付けのエアコンもあります。こちらがキッチンなんですけども、四角い部屋と丸い部屋に違いがありました。四角い方はリビングから少し見えなくなっている作り、一方でこちらは対面式だけどちゃんと手元が上手に隠れるようになってます。物を少なくすれば必要なものもさっと取り出せるのがいいし、お気に入りの食器や道具でオープンに飾るのも楽しそう。洗面台とお風呂を見ていきましょう。洗面台、髪が洗える洗髪洗面化粧台、三面鏡にもなっていて収納も多め。お風呂、寒い冬にはゆっくりお風呂で浸かりたい、追い焚き機能付き、水回りが実用的、さすがデザイナーズ物件。設備が非常に充実しているということは分かりました。しかしまだこだわりがあるということに気づいちゃいました。ただ間取りが違うだけじゃないんです。実は各部屋ごとに床や壁の色変えてるんです。これ一つの部屋を見ただけじゃ気づきませんでした。本当にこだわって作ったんだろうな。最上階の3階の特権、なんといっても屋上が近い。自分だけの屋上最高。実際はここ共有部なんで自分のものじゃないんですけど、
この特権を使わない手はない。この眺め、この景色を堪能したい。キッチンと屋上が近いということは、おつまみ、おやつを持ってさっと上がってこられる。夏場だったら友達とビールをここで飲みたい。今は少し肌寒いからあったかいコーヒーでもここで飲みたい。そんな生活を想像して幸せな気持ちになっちゃう。屋上に上がれるようなこんな素敵な物件建ててくれてオーナーさんありがとう。屋上から中庭を見てみました。緑と石畳のコントラスト、これインスタにあげたらいいねたくさんつきそう。気になるのがこいつだ。1階だったらこんな素敵な中庭が目の前にある。最上階の3階もいいけど、目の前にこんな景色が広がると正直1階もいいかなと悩んじゃいます。屋上から見て気になっていたのがこれ。ここに座ってビール飲んだりコーヒー飲んだり、食べ物も食べれますね。机ありますしね。こちらは106号室のベランダから。日差しもさして気持ちよかったです。読書でもしちゃおうかなって気分になります。それぞれの部屋で違った中庭の景色が見えちゃいます。仕事から帰ってくればこの中庭が迎えてくれるわけですので、それだけで癒される。正面の入り口に立ってみると通されますよね。同時に安心感も感じることができるんですよね。この門扉があるおかげかな。セキュリティ面もバッチリですし、オートロック、そして宅配ボックスもある。裏口に回って駐車場に行ってみましょう。裏口に回ってまず気づく、エアコンの室外機、ガスの給湯器、こんなところにあったんですね。正直中庭にいるときは気づきませんでした。もちろん裏口もオートロック、安心ですよね。ここは都心から離れた郊外、車が必要となる環境です。おお、駐車場広い、安心して駐車できる。おそらく移動のほとんどが車、ゴミ置き場がここにあることは嬉しいです。そして水道があるので簡単な洗車もできちゃう。このガレージでタイヤ交換したり DIY もできちゃいます。ガレージの横を抜けると家庭菜園、共有部が本当にすごいですね。間取りが半円、それだけでテンションが上がってしまいましたね。ドアを開けたら緩くカーブを描く壁、シンプルでおしゃれな生活を想像してしまいました。各階の部屋ごとで壁や床の色が違うというのもこだわりを感じました。今回の丸い間取りでは四角い間取りの部屋と比べて収納は少なくなってしまうのは仕方ありません。シンプルに暮らすということを重視するなら逆にこれはありです。もちろん設備面は申し分ありませんでした。門扉の中に入れば別世界、これが安心感を与えているんだと思います。分譲マンションのようなセキュリティでした。インターネット無料でついてるんですが、スマホの電波を測ってみました。下り上りとも申し分なく使えます。安心です。中庭にいると駐車場、駐輪場どこにあるのと思ったんですが、実は建物の裏、室外機だったりゴミ置き場もここにあって、中庭の世界観を作ってるんですね。振り返っていくと、お部屋はもちろん素敵だったんですけど、共有部のこだわりに感動。中庭の景色に圧倒されて、屋上の景色もすごい。 DIY や車の整備ができるガレージがあったりと、普通の賃貸アパートでは見たことがないことばかり、驚きの連続でした。こんな感じに2つ並べてみるとよくわかるんですが、左側の丸い間取りの方が広く見えませんか。これ同じ平米数なんです。36平米。皆さんはどちらの間取りがお好きですか。僕個人的には丸い部屋に住みたいなと思いました。今回は丸い間取りをメインに撮影してきましたが、前回の動画では四角い間取りの部屋を詳しくご案内してます。
すくい間取りのお部屋の動画も概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。詳細の方は概要欄からリンクに飛んでみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お邪魔しました。